れ様。ただの水だけどね。バカ、何言ってるの。その気になればいつでも直接できるでしょ。今は無理。また今度、二人きりの時にね。でも、よかったね。お父様が交際を認めてくれて。まさかこんなに早く認めてくれるなんて思わなかったな。お父様ったらいきなり結婚なんて言い出すからびっくりしちゃった。でもさ、だが結婚はまだ早い、10年後か20年後なら許すとか言ってたけどさ、そんなに待ってたら私おばあちゃんになっちゃうよ。その代わり、次からは私がプレゼントを持って行ってあげる。おつまり、姉ちゃんがダンディーライオンになるってことか？ううん。今度はちゃんと名乗るよ。高坂ゆきはってね。だって、そうじゃないと無責任だから。でも姉ちゃんなら別に構わねえな。おっぱいでかいし。ありがとね。それじゃあ姉ちゃん、次はゲーム機でよろしくな。それもいいけど、今度のプレゼントは私が選んでもいいかな。ダンディーライオンよりセンスいいの持っていくよ。へえ、そいつは楽しみだな。よし、そんじゃ姉ちゃんに任せた。待ってるぜ。そんじゃな。もしかしたら寂しかったのかもね。いやいや、カイトくん、子供は子供なりにいろいろ考えてるもんだよ。私たちが子供だった時みたいにね。私は不誠実だって。確かにそうだなって思ったの。これからはもう少しちゃんとやろうかなって。そのためには匿名じゃダメだなって思ったの。私に期待してくれてる人たちに応えるためにも頑張らないとね。
何？何？として生きることを誓います。あなたにふさわしい人になれるよう頑張るから。だからこれからもよろしくね。